んにちは、リコです。今日は冬に向けて雪の結晶のようなモチーフを紹介していきたいと思います。私の住んでいるオーストラリアは今真夏なので、すごい暑い中雪のモチーフを考えるのがちょっとモチベーション的に大変で、投稿が遅れてしまってごめんなさい。今日はじゃあこの可愛いモチーフやっていきます。今日は3色の系統を使っていきます。太さの方、日本の中太です。8プレイで、かぎ針もいつもと一緒で日本の7号、4ミリを使っていきます。あとハサミ使います。このモチーフ、まず最初にここのベースの部分、ここの部分編んでいきます。それからつなげていく形になります。のでまずこのベースの色の系統を持ってきます。と、分かりやすいように私はこの色にしたんですけど、と紺とか黒とか濃い色をバックにするともっと結晶が目立って可愛い感じになります。今日も最初はマジックリングからのスタートになります。 Start with magic ring。 はい、こういう感じでマジックリングができたら、と鎖3目で立ち上がります。 3 チェーン、1 2 3。で、この同じところ、輪っかの中にあと2回長編みをします。 2 double。で、鎖編み1回、1 chain。で、また長編みです。次は長編み3回、3 double、1 2 3。で、また鎖1回、1 chain。で、また長編み3回、3 double。で、鎖1回、1 chain。 あともう1回入れます。ここです。長編み3回、3 double。 1回、2回、3回。こういう感じになってると思います。そしたらこのままつなげます。つなげる、あ、ごめんなさい、この後鎖1回、1 chain。 で、つなげます。あ、最初に編んだ鎖3目の3目目です。 1 2 3rd 1。 ここに引き抜き編みをします。スリップスティッチ、
はい、こういう感じになります。そしたらこの紐を引っ張って真ん中の輪っかを小さくしていくんですけど、これちょっとだけ開けた状態まで締めます。こんな感じです。こういう感じでこれぐらいだけ穴開けておきます。はい、次はこのまままた鎖3目で立ち上がります。3チェーン、1、2、3で、ここのトップ、あと2回長編みをします。2ダブル、そしたらここのコーナーのスペースにあと長編みを2回、2ダブル、インナーコーナースペース、1、2で、鎖1回、1チェーンで、また同じスペースに長編みを2回入れていきます。2ダブルインナーセームスペース、1、2。はい、そしたらここ長編みをこのトップに3個作っていきます。3ダブル、1、2。で、またコーナーです。コーナーは長編み2回、2ダブル、インナーコーナースペース、1、2。で、鎖1回、1チェーン、また同じところ、このコーナーのスペースに長編み2回、2ダブル、インナーコーナースペース、で、またこれ同じ繰り返しになります。次は長編み3回でコーナーです。で、はい、一周編めたらこういう感じになります。今この一辺に7個編み目が入っています。7 stitches in there で、つなげます。つなげるところは最初に編んだ立ち上がり鎖目3目目です。 1, 2, third one、 ここに引き抜き編みをします。スリップスティッチ、はい、で、引き抜いたらこのまままた鎖編みで立ち上がります。鎖3目です。スリーチェーン、で、次同じように今度は隣に4つ長編みをします。4ダブル、1、2、3、
ほう。そしたらコーナーです。コーナーは長編み2回。2 double in a corner space。で、鎖1回。1 chain。で、また同じところに長編み2回。2 double in a same space。で、今度はここからここまで斜め編んでいきます。7 double crochet。長編み斜めです。12 3 4 5 6 7。でまたコーナーです。コーナーは同じです。長編み2回、鎖1回、長編み2回です。次のコーナースペース2 double and 1 chain the 2 double はい、こういう感じになります。コーナーです。で、これまた一周同じように編んでいきます。はい、一周編んだらこういう感じになります。ここの一辺に、一辺に全部で11目。編み目が入ります。So, 11 stitches in one side. で、つなげていきます。つなげるところはまた一緒で3目目です。Slip stitch. はい、そしたらこのまま立ち上がります。また鎖3目です。 3 chain で、次はこの横に長編みを全部で6個入れていきます。 6 double in there 1 2 3 4 5 6。で、コーナーはまた一緒で長編み2回、鎖1回、長編み2回です。 2 double and 1 chain and 2 double in a corner space。はい、そしたら今度はここからここまで11目長編みを編んでいきます。11 double crochet 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ういう感じです。で、コーナーまた一緒です。長編み2回、鎖1回、長編み2回です。2 double, 1 chain, 2 double, inner corner space.こういう感じになります。また同じようにここからここまで繰り返していきます。はい、一周編んだらこういう感じになります。ここの一辺は15目編んでいます。So, 15 stitches in there, one side. で、つなげます。つなげるところはまた一緒で鎖編みの3目目です。Slip stitch in our first third chain. はい。で、モチーフがつながったらまたこのまま長編みをしていきます。まず鎖3回、3 chain.で、横に、長編みを8回編みます。8 double 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. で、コーナーまた一緒です。長編み2回、鎖1回、長編み2回です。2 double, 1 chain, 2 double, inner corner space.はい、そしたら次はここからここまで15目長編みを編んでいきます。さあ15 double crochet 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.で、コーナーは長編み2回、鎖1回、長編み2回です。2 double, 1 chain, 2 double inner corner space. はい、こんな感じです。これまた。ずっと繰り返します。はい、一周編んだらこういう感じです。で、またつなげます。つなげるとこ、また最初に編んだ鎖3目の3目目です。Slip stitch in your first third chain. で、鎖3回、3 chain.今度はここに、10目長編みをします。10 double 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10。はい、そしたらまたコーナーです。コーナーは長編み2回、鎖1回、長編み2回です。2ダブル、1チェーン、2ダブル、インナーコーナースペース。はい、そしたら次はここからここまで、次のコーナーまで19目長編みします。19ダブル、1 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 はい、こんな感じになります。一周ぐるっと同じように繰り返していきます。はい、一周編んだらこういう感じになります。で、つなげてベースの完成になります。つなげるところは最初に編んだ鎖3目の3目目です。スリップスティッチ、インナーファースト、サードチェーンで、上で鎖1回、ワンチェーン、こんな感じになります。確認します。ここ一辺に全部で23目長編みが入っていると思います。さあ、はい、じゃあ次はこの結晶の白い部分やっていきたいと思います。ではまず白い糸を持ってきて、こっちの糸端がちょっと長く残るようにマジックリングを作っていきます。 Start with magic ring。 マジックリングができたらリングの中に細編みを6回編みます。6 single stitches in a middle ring. 1 2 3 4 5 6。はい、6個細編みができたら、今度はこのままこっち側の糸端を引いて真ん中の輪っか小さくします。はい、これこんな感じです。でつなげます。つなげるところは最初に編んだ細編みのトップになります。ここに引き抜き編みをします。スリップスティッチ、
したらこのまま鎖10回編みます。てんちゃん1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、鎖編み10個編めたら今度この隣の目に細編みをします。 One single in the next stitch。このまままた鎖10回編みます。 10 chains 5 5 6 10。で今度また隣の細編みのトップに隣の目のトップに細編みです。 One single in the next stitchまた鎖10回てんちゃん5 5 6 7 8 10。これまた今度隣の細編みのトップここに刺していきます。また細編みです。 One single in the next stitchはい、一周編んだら、全部で6個花びらみたいのがあると思います。 1 2 3 4 5 6。 そしたらここの最初に編んだここの目に引き抜き編みをします。スリップステッチ、はい、はい、そしたらここ次はここら辺の位置からスタートしたいのでこのまま引き抜き編みをあと3回します。3 slip stitches 1 2 3。 で、ここら辺まで来たら今度はここから始めます。と、まず鎖編み3回 3 チェーン1 2 3。 で、ここに細編みです。One single。 で、隣に鎖を5回編みます。5 chains。 3 4 5。 で、またここのところに戻して細編みです。One single。で、このまままた鎖3回 3 チェーン1 2 3。 で、またこの同じところに細編みで戻していきます。ちょっとわかりにくいですが、こういう感じになります。ちょうどこのお花のトップみたいなところここに今の来る感じになります。で、鎖2回
two chance. そしたら今度はこっちにまた同じものを作っています。いきます。Do the same process in here. まず細編み one single で鎖3回 three chains でここに戻します one single で次は鎖5回 five chain でまたここに戻しますOne single. で次鎖3回 three chain. でまた細編みでここに戻します One single. で鎖2回 two chain. でこっちにまたつなげていきます。これを一周ずっと繰り返していきます。あと1、2、3、4、4回です。はい、一周編んだらこういう感じになります。これちょっときつめに編んでもらった方が形が綺麗になるかもしれないです。で、つなげます。つなげるところは最初に編んだ鎖3目の根元になります。スリップステッチ。こういう感じになります。で、そしたらこのままちょっとこう紐を引っ張って一度かぎ針を置きます。で、この状態でさっき編んだモチーフと合わせていきます。さっき編んだモチーフにとここの真ん中から出てる紐これをここの真ん中に入れていきます。こういう感じでここに入れていきます。で、後ろここで結びます。で、表に返すとモチーフがくっついている状態になると思います。こんな感じです。はい、そしたら今度はこのかぎ針を元のところに戻していきます。こんな感じです。で、次と鎖編みを5回。5 chain 1 2 3 4 5、はい、そしたらここから鎖編み3回 3 chain でこれ1、2、3、4個目1、2、3、4個目に戻して引き抜きます。スリップステッチ。で、このまま鎖
鎖編みを2回 2チェーンで、今度はモチーフに編み込んでいきます。ここの端から数えて12目目にと入れていきます。コーナーが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ここですね。ここの目のこの上側、こういう感じで斜めにかぎ針を入れると上の目にも引っかかるかなと思います。ここに引き抜き編みをします。スリップスティッチで、このままあと、ここに引き抜き編みを1回、1スリップスティッチ in here、もう一回と引き抜き編みをします。それはここの次のとここの引き抜き編みをしたところと同じ場所にします。 One more single crochet slip stitch で、今こういう感じになります。このまま鎖編みを今度はなんと3回、ワン、スリーチェーン、でまたここに1個戻します。引き抜き編みです。スリップスティッチインデア。このもう一個の引き抜き編みはここの中心の部分、ここに入れていきます。スリップスティッチ、ちょっとモチーフくるくる回って分かりにくいですね。はい、今ちょっと分かりにくいですけど、ここちょうどこういう感じになってますね。で、このまま鎖4回 4 チェーン、1 2 3 4、 で、今度はこのモチーフの上を飛ばしてここに入れていきます。ここの部分に引き抜き編みをします。ちょっとやりにくいです。スリップスティッチインデア、次隣に鎖編み、このまま4回鎖編みをします。4チェーン、1 2 3 4、 はい、今度は3目目4目目に入れていきます。1 2 3 4、 ここにしよう。4目目、ここの上寄りに引き抜き編みをします。オプシースリップスティッチ、はい、こういう感じです。そしたらこのまま鎖4目編みます。4チェーン、1 2 3 4、
これ今度はとここ三角形になっているこっち側、ここに引き抜き編みをします。スリップスティッチ in there here。今こういう感じです。そしたらこのまままた鎖を5回、5チェーン、3、4で、またさっきと同じでここのトップの部分、これ作っていきます。まず鎖3回、3チェーン、1、2、3、4、ここですね、4つ目のここに戻します。そしたらこのまま鎖2回、2チェーン、で今度はトップの端っこから数えて5個目に入れていきます。 1、2、3、4、5、 ここに斜めに刺して入れていきます。引き抜き編みです。スリップスティッチで、このままここの付け根の手前に1回、1スリップスティッチ in there、 で1 more スリップスティッチ in here。 はい、そしたらこのまま横に鎖3回、3チェーン、根元に1回戻して引き抜き編み、スリップスティッチ again、 でここの真ん中にもう1回スリップスティッチ again、 引き抜き編み、はい、でこのまま鎖を4回、4チェーン、1、2、3、4。で、今度またここをスキップしてここに入れていきます。引き抜き編みです。スリップスティッチ。じゃあ次は。このまま鎖、次4回、4チェーン、そしたら今度はまたこの1段下、ここに入れていきます。ここの端っこから数えて10個目になります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、ここの10個目の、ここに刺していきます。高めの位置ですね。はい。ここに引き抜き編みです。スリップスティッチ。鎖4回、4チェーン、3、4チェーン、でまたここに引き抜き編みで戻ります。スリップスティッチ in there、
そしたらまたこのまま鎖何回5回 5 chain 1 2 3 4 5でまたここのトップ作ります。で鎖3回、1 2 3 chain 3で1 2 3 4 4個目に戻ります。引き抜き編みです。スリップスティッチで、このまま上に鎖2回、2 chain で、これまたここと同じポジションにしたいので端から5個数えていきます。1 2 3 4 5、ここですね。ここのトップに刺していきます。引き抜き編みです。スリップスティッチ、はい。そしたらここ付け根のとこ1回引き抜き編みします。スリップスティッチで元に戻すので、もう一回ここに、ここのところに引き抜き編みです。スリップスティッチアゲーン。そしたらこのまま鎖3回、3 chain で、ここの根元のところに1回引き抜き編み、スリップスティッチで、もう1回ここに引き抜き編みです。スリップスティッチアゲーン。たら鎖4回、4 chain で、今度はまたこのお花みたいの飛ばして、ここに引き抜き編みをします。スリップスティッチインデこれまた繰り返しになるんですけど、ちょっと分かりにくい、ね、まずここ、次これ、ここ真ん中に来ます。この真ん中に1個だけ来るときは端から1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ね。でその横、低い位置に作るこのトライアングルみたいなやつ、この三角形の、これは下の段の4つ目に入れています。1 2 3 4で、今度こっち、これ5個目に入れてます。1 2 3 4 5次、また今度はこの下の段ですね。下の段に10個目です。1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10個目。で、これまたこっちの端から1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 個目。これ一周ずっと繰り返してつなげます。ここあとやっていきます。はい、一周編んだらこういう感じになります。で、ここ最後のとこつなげます。つなげるところはここの、最初に編んだ鎖編みの根元になります。ここに引き抜き編みをします。スリップスティッチ to join
で、鎖1回、ワンチェーン。はい。で、ちょっと形を整えてあげて、モチーフこれで完成でも大丈夫なんですけど、私は外にちょっとふにゃふにゃしてるので、もう一周似たような色で縁取りをしようかなと思っています。こういう感じですね。で、この縁取りは同じ色でしてもらっても構わないけど、私は気持ち違うような色を合わせています。それでは、ここの外回りエクストラでやっていきます。はい。では次はモチーフがふにゃふにゃしないために、外回りを編んでいきます。まず最初に作り目を作ります。スリップノット。作り目ができたら、モチーフを持ってきて、で、コーナーの部分から始めます。と、細編みを2回コーナーの部分に入れます。Two single in a corner space. It is a standing single crochet.そしたら隣ずーっと細編みをします。It's single crochet all the time. これはずーっと細編みで進めていきます。でずっと細編みしたら、とここ分かりにくいな、ここコーナーの部分、こっちかな、コーナーの部分には細編み2回 Two single in a corner space で鎖編みが2回 Two chainで、またコーナーのところに細編みが2回 Two single in the same space このまままたずっと細編みです。はい、見せますね。はい、一周編んだらもうちょっと形がカチッとして綺麗な感じになってると思います。で、つなげます。つなげるところは、ここ、最後、チェーン2つ編んだ、あと、ここ、最初に編んだ細編みのトップになります。ここに引き抜き編みをします。スリップステッチで鎖編み1回ワンチェーン。はい、これでモチーフの完成になります。この糸は私はこのまま裏に刺して裏で糸処理するようにしています。はい。と、今回紹介したこの雪の結晶のモチーフは
編み方によっては、ちょっとふにゃふにゃしたりとか、上の部分のモチーフが浮いてしまったりとかすることがあるので、できるだけ同じようなきつさで編むようにしてください。と、万が一、ちょっとこういう場所がきついなとか浮いてしまうなと思ったら、鎖編みを一つ増やしてみてください。最後、ブロッキングするともっと綺麗になります。それでは、冬に向けて可愛らしい冬のモチーフを楽しんでください。